静岡県御殿場市についてコシヒカリしかないなどと発言したことをめぐり、静岡県の川勝平太知事は臨時の会見を開いて改めて誤解だと説明しました。臨時会見の冒頭、知事は次のように語りました。先ほど、富士の国県民クラブの、会派の代表また、幹部の方がお見えになりまして、参議院補欠選挙の最終日におきまして、私の発言が大変な大きな誤解を生んでいると。自らを支持する県議たちに促されての会見だったといいます。それが御殿場市民にではなくて御殿場元市長に対してこの方が35市町の代表に足り得ないと、これを言うためにですね、言った言葉が切り取られまして、御殿場市民あるいは御殿場の地を傷つけるという、途方もない、誤解を生むことになったと。しかしながらですね、そう取れかねないような発言内容でもあるということが私は先ほど聞かされまして、そういうことであれば誤解を生んだ私にその責任があると。また県議会の各会派も8日知事発言には問題があったという認識で一致。自民党内からは知事の不信任決議案や辞職勧告決議案の提出を求める声も上がっていました。今回問題となった発言は参院補選で山崎真之介氏を応援するためのものですが、その山崎氏の女性問題を週刊誌が報じていることについて問われると、誠に残念至極であります。もう応援することはありません。川勝知事を支える県議会第二会派富士の国県民クラブは知事の会見を聞いて、私どもはやはり知事にしっかりと謝罪の記者会見をお願いしたつもりでした。しかしながら謝罪にはなってなかったので、知事からは誤解を与えた申し訳なかったというふうに言ってほしかったなと私は思っております。一方、最大会派の自民改革会議と第三会派の公明党県議団の代表は知事室を訪ね、無所属議員も含めた県議49人の連名でコシヒカリ発言に対する抗議文を手渡しました。余計火を消すどころか火に油を注いじゃったような会見だったような気もしますけれども、多くの県民の良さからしっかりとしたけじめを取っていただきたいという声も我々のところに届いておりますので、そうした声に応えられるような行動を取っていきたいと。また御殿場市の勝俣市長は、謝罪という会見ではなくて、この内容からいきますと、御殿場市民の心を傷つけた気持ちというのは、とても消えない